はいどうもこんにちは森本です、えー、今回はこちら100系のハイエース整備していくんですけれども、えー、これの不具合箇所は冷却水漏れですね、えー、そちらの方を修理していきますで冷却水が漏れている場所なんですけれどもあ加圧テストをして特定ができましたこれはラジエーター本体から水が漏れていますねおそらくコアと タンクのつなぎ目ですね。まあ、定番の場所なんですけれども、そこから漏れているということなんで、今回はラジエーター交換。あと、アッパーホースとかロアホースとか、その他諸々のラジエーターについているウォーターホース類も交換をしていきます。で、ちょっと前に200系のハイエースのラジエーター交換の様子を紹介しましたよね。で、今回は100系なので、また全然違う。 取り外し手順になってくると思いますなのでまあそのあたりもですね含めて紹介をしていきますさあ取り外し手順なんですけれどもまずはこの運転席シート取り外しした方が良さそうですね、まあ、100系のハイエース結構整備性が悪いんですよまあ、200系もいいとは言えないんですけれども基本的にエンジン周りを整備する際は運転席シート取り外しした方が作業はやりやすいです なのでとりあえず運転席シート取り外しを行っていきますで運転席のシートはこれ今、キャップで隠れていますけれどもよいしょこんな感じでボルトで固定されているだけなんですね。えー、と4箇所ボルトで固定されていますのでそれを取り外ししてシートを外していきます。 はい、シートの取り外しができたので次はこっちですね、えー、サイドブレーキこれ邪魔になるので取り外しをしていきます。でこれはですねサイドブレーキのカバーを外してでこのサイドブレーキ本体がボルトで固定されているのでそのボルトを外して取り外しを行っていきます。 はい、サイドブレーキの取り外しができたので、えー、次はこのマットを剥がします。よし。そしたらこんな感じのパネルが見えてくるので、このパネルを取り外ししていきます。で、パネルはこれですね、ボルトで固定されているだけです。で、サイドブレーキワイヤー、これパネルの裏から固定されていますので、裏のボルト、ボルトだったかな、ボルトを外してこのワイヤーを外して。 でパネルを外すという感じで作業を行っていきますはいで次に場所を移りまして車の下側を覗いています今から冷却水を抜き取っていきます まあ、ラジエーターを交換するので当然の作業ですね、まあ、順番的には初めに冷却水抜いておいた方が良かったのかもしれませんがとりあえず抜いていきます、えー、冷却水を抜いている間に作業を進めていきます、えー、とりりあえずですねラジエーター周りの 邪魔にななりりそううものをどんどんん取り外ししていいこうと思います、まあ、ただ僕、100系のハイエース、ラジエーター交換したことないので、えー、具体的にこれとこれを取り外しすればいいっていうのは、ちょっとよく分かってないんですけれども、まあ、見た感じですね、こうリザーバータンクとか、えー、ラジエーター、ファンのシュラウド、でラジエーターファンも邪魔でしょうね。あとは、ホース類を取り外ししていけばいいかなという感じですね。じゃあとりあえずもう 外せるもんどんどん取り外ししていきます。 というわけで、ホースとか、まあ、シュラウドで、ラジエーターファン、えー、ラジエーター周りについているものは、多分これで全て外せたんじゃないかなと思います。であとは、ですね、このラジエーター固定している、こういったボルトとかを取り外しすれば、このラジエーター本体が抜けてくると思います。で、これはまあ上から抜く感じですよね。マウントトのボルトを切ってでラジエーターを上からゴソッと。 抜いてくる感じだと思いますねじゃあちょっと取り外しを行っていきます はい、なんとかラジエーター取り外しができました。いやー200系と比べると100系の方がはるかに取り外しめんどくさいですね。で、取り外しの、まあ、コツなんですけれども、ラジエーターをもうエンジン側に思いっきり倒して引き抜いた方が外しやすかったですね。はい、まあ、とりあえず外れたんで良かったです。で、水が漏れていた場所なんですけれども、 ちょっとなんかピンク色の跡とかは見えないんですがこの辺りですよね、この辺りが濡れていてやっぱりこのアッパーとコアのつなぎ目あたりここから漏れていたんだなということが分かりますね。でこのパイプの口の色を見ても抹茶色ですよね、これ本来黒色のはずなんですけれどもやっぱこれも熱とかで劣化して多分硬化していると思うんですよ。なんでこれもやっぱり タンクの状態は良くないということがこのパイプの色からでも分かりますよねえちなみにロアタンクのパイプの色はこんな感じですこっちは真っ黒ですよねなのでやっぱりアッパータンクの方に熱が行きやすいのでアッパータンクの方がまあダメージを受けやすかったのかなということがこのラジエーターを見ても分かりますねはい。でですね、えー、と新品のラジエーターもう到着しております、えー、今回も社外品を使っていきます でえー、っといくつか移植しなきゃいけないものありますよね、まあ、いくつかのステーだったりあ、てかこのステー、取り外ししなくてよかったんですね、はい、僕、ちょっと無駄なものを取り外ししていましたが、えー、っとあとですねラジエーターのクーラーホースとかついてないので、まあ、それも移植していく必要があるかなと思いますね、はい、それだけかな、じゃあ、えー、とりあえず移植をしていきます。 はい、というわけでラジエーターにパイプとあとまあこのスポンジですね移植完了しましたで今から車に取り付けしていくんですけれどもあのこのコアの部分ですねこのフィンの部分があの車に取り付けするときにめちゃめちゃ傷つきそうなのでこんな感じで段ボールで養生しておきました、まあ、これだったら、まあ、よほどきつく当たらない限り このコアの部分は保護されると思うので、この状態で取り付けを行っていきます。はい、えー、なんとかラジエーター新品ですね、取り付けができました。と、えー、も相当… なんか知恵の輪みたいにああでもないこうでもないというふうにして組み付けていかなければ入らないですねでやっぱりこのコアは保護しておいて正解だったと思いますちょっと段ボール接触した跡があったんで、まあ、段ボールがなければコアちょっと傷ついてしまった可能性があるんで、えー、養生して作業した方がいいですねさああとはホース類を取り付けしていくんですけれども,もうホースはすべて新品に交換しておきます やっぱり経年劣化のせいもあると思うんですけれどもホース自体も傷んでいましたなのでもう全部ですねアッパーホースだったりロアホースでラジエーターキャップに通ずるパイプにつながるホースですねそういったものだったりこういった細いホースとか、えー、全部一通り交換していきますでラジエーターキャップがついているこのパイプこれはですね実はあの数年前に交換したんですね なのので今回はこのまま再使用したいいと思います、まあ、ただこれも経年劣化の恐れがありますのでラジエーター交換まで一切こいつも手をつけていないというのであれば同時に交換してもいいかもしれませんね。 はいというわけで新品のホース取り付けできましたねじゃああとはシュラウドとか、えー、ラジエーターファンとあとベルトですね、えー、それらを取り付けしていきますはいこんな感じでファンのシュラウドとラジエーターファンあとベルトの組み付けもできたのでこれで全ての部品組み付けが完了しましたでこのシュラウドなんですけれどもあの最初僕 このパイプとこのホース先に付けていたんですが、後でつけた方が良かったですね。シュラウドを付けてから、このアッパー周りのホース類は取り付けした方が良かったです。ちょっと順番がおかしかったですね。はいでですね。えー、冷却水はもう入れました。中入ってます。じゃ、今からエンジンかけてまあ、冷却水のエア抜きと。あとまあ各部水が漏れてこないかどうかだけ点検をしていきます。 はいもうエンジン止めていますけれどもエア抜き作業完了しましたで、まあ、こういったラジエーターとかウォーターホース水漏れしていないかどうかも点検したんですけれどももう異常ありませんでしたでオートマチックフルードが少し抜けていたので、まあ、それの量の調整もしてでもこれで OK ですねはいというわけで今回はハイエースのラジエーターの交換の様子を紹介させていただきました でやっぱりですね100系のハイエースのラジエーター交換は、えー、整備性悪いですね200系に比べるとやっぱり難しかったですね、まあ、200系はあのエンジンルームじゃなくて外側にラジエーターがあったんで、まあ、その分やりやすかったっていうのはあったんでしょうね、はいまあ、とにかくですね、まあ、今回は、えー、ラジエーターだったりウォーターホースだったりもう一式全部交換したので、まあ、これから、えー、また長く乗っていただけると思いますので、はい、そんな感じですね はいじゃあ今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。